こんにちは、アルです。さあ今日はですね、この試し打ち場あるあるを言っていこうかと思います。試し打ち場ってね、こんな感じで、まあ、普段のね練習に使ったりするところなんですけど、ついついねやっちゃうあるあるってあると思うんで、見ていってください。マシマシ、もしねこの中でも あるあるっていうのがあったら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価とかよろしくお願いします。そいや、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 そいや。必殺バブルランチャー。おおおおお。コロコロコロン、コロコロコロン、おお、コロコロコロン。必殺ハイパープレッサー。あれ、一個消えたな。おった。上にいました。全部塗ってみるか。まだこんだけか。これ濡れるな。ゴールドやるな。目が濡れね。諦めんな、諦めんな。頑張れ、頑張れ。よし。よし、ストライク。よーし、この3匹の子豚たちを一気に叩きのめーす。 OK。 このチャージャー壊れてんのかな？なんか、ダメだな。ダメだ。
プロコンが壊れてんのかな。よし、おお、あの車ずっと止まってんな。ジェットパックだといっぱい見えるかもしれない。うおりゃ、あら、あー見えん、おいおーい、おーおーおー、スーパージャンプと一緒か。ありがとう、ありがとう、ありがとう。オッケー、いかがだったでしょうか。皆さん、あるあるありましたでしょうか。他にもね、こんなあるあるあるよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ YouTube のコメント欄で教えてください。ませませ、もしあるあるっていうのがありましたらね、チャンネル登録をよろしくお願いします。僕のチャンネルではこんな風にスプラトゥーン2とかですね、そんな感じのやつの小ネタは調べたりしております。今小ネタ動画だけで言うと760本以上超えておりますので、ぜひね、チャンネル登録まだだよっていう方はチャンネル登録をして、ゆっくりね、1日1本でもいいんで動画を見てやってください。マシマシ。さあ、行ってみよう。オッケー。じゃあ、ジャイロオフオクト行きましょう。ジャイロオフオクトとは、ジャイロをオフにしてオクトをする、そんな企画でございます。今ね、順々に行ってて、ここですね。ホーク街は悪の巣窟、ナタデ高校駅、ガチョウホコを運べ。実はこれやったんですけど、そのね、録画ソフトがなぜかうまく起動してなくって、なんかね、カクカクになってしまって、一回ボツになったんですよね。だけど、ここクリア済みなんですけど、もう一回行くよ。まあ、ここはね、ガチホコなんで武器は何でもいいんですけど、とりあえず、これにして、で、これですね。これをオフにしていきましょう。よし。こっから、ジャイロオフオクトの下ですね。行きましょう。500円でーす。とりあえずガチホコを持って行って、ね、ガチホコを取ります。でね、もう完璧に攻略ルートを作りましたんで、こっちから行って、あそこの傘を、傘ゾムスを、やる。うわぁ！どこだ、傘ゾムス。おったおった、よしよしよし、オッケー。で、このまま高台に行きますね。行きまして、あそこにね、マニューバーが降りてくるはずなんで、ほら。オッケーオッケー。で、マニューバーやったとしたら、あそこのね、スプリンクラー。スプリンクラーがあると永遠に濡れないんで、スプリンクラー壊します。オッケー。で、ここですね。あそこのシールドは当てます。シールド貼られる前にやれば、すぐ壊れるんで。で、ここで、一回ね、ここの上に乗ります。で、その後、ここら辺で、めちゃめちゃ撃つ。めちゃめちゃ撃つ。これは、塗り目的ですね。で、あそこの、おろ、おろ。オッケー。あ、なんか雨降ってる。危ない危ない危ない。雨やばい、雨やばい。この辺からも撃つ。なんかめっちゃ撃つ。オッケーオッケー。で、スプリンクラーあそこにあるんで、あれ壊した。よし、壊れた。で、丸水飛んできたらこっちに逃げて、いたね。一旦ここ、上に登ります。オッケーオッケー。で、登る。壊す。やば、やばいやばいやばい。ちょっとやばい、ちょっとやばい。これはやばいな。想定外。想定外。うわ、やばいやばいやばい。回復したい、回復したい。回復したい。おし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 。回復します。なんか、下にいるな。おら、
ほら。なんだ？どこだ？まあいいか。シールド壊して、もうこの辺から飛んでいいんだよ。よいしょ。うわ、ちょ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 、いけいけいけ。おら、ちょちょ、オッケーオッケーオッケー。ぐーぐるじぐしゃぐしゃってなったけど、オッケー。いいよね。はい、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価などお待ちしております。今日はね、紹介してないんですけど、僕は、みんなのコメントは絶対読んでおります。で、コメントの中から、いろんな小ネタとか、調査依頼とかを見つけて、それをやっていくっていう動画スタイルですので、ぜひよろしくお願いします。他の動画も見ていただいたら、動画のスタイルがわかるのかなと思うんで、もし今日初めて見たよっていう方、他の動画も、ぜひ、ポチッと見てやってください。マシマシ。おじゃねー。バイバーイ。